おや、この二人は平さんと木下さん。その後ろから歩いてくるのは浅見さんと川崎さん。一体何が始まるのか。実はこの最終戦ではイベントレースとして過去全日本で活躍したトップライダーたちが集まり、全日本マスターズなるレースが開催されたのだ。集まったライダーはそうそうたる面々、阿部隆夫、清原明彦、徳野正樹、岩崎勝、平忠彦、川崎宏之、木下啓二、浅見貞夫、水谷勝、伊藤匠の10名。ロードレースファンならまさに涙もの。使用するマシンは全て市販の4ストローク。ホンダ、ヤマハ、川崎が4気筒 250cc、 鈴木はシングルということで 350cc でのエントリー。果たして一体どんな戦いが展開されるのか。久しぶりのレース、スタート前の心境を聞いてみた。僕は優勝します。頑張ってください。阿部選手転倒です。どうでしょう。もう京さんに譲ります。僕はどっちかというとあれですよ、枯れ木も山の賑わいですよ。まあね、無事帰れるようにしたいです。まあ楽しみながら走ります。はい、じゃあ頑張って。怪我のないよう。じゃあ頑張ってください。全日本マスターズ決勝レーススタート。周回数は8周。ポールショットを奪ったのは ZXR 清原、その後方2番手には CDR 岩崎、阿部、そしてジェイド徳野と続く。トップグループ清原、阿部、岩崎と順位が入れ替わり、平選手は余裕かドンケツにつける。2周目、ゼッケン4、岩崎が清原をかわして2位に浮上。アップハンドルのジェイドを刈る徳野はフロントフォークを持って往年の走法を披露する。3周目、トップは阿部、清原が再び2位にポジションアップ。そして3位に岩崎。最後尾争いは浅見平、そして水谷。トップの阿部選手はラップタイム1分10秒台をマーク。全く手の入っていない市販の 250cc でこのタイム、お見事。各選手とも無理をせず楽しみながらのレースとは言っても、トップの2台だけは大真面目。最終コーナーを立ち上がって阿部選手がトップでゴール。失礼ながら速さは体型からは判断できません。1位2位3位以外の選手も揃って壇上へ。怪我人が出なくてよかった。皆さんお疲れ様でした。